クエストやってきます。さっき1回やったんですけど、何回やってもモーグリメダル もらえるんかな。これ何回やってもモーグリメダル もらえてる気がするんですよ。そしたらあそこのモーグリメダルの価値がめちゃくちゃ薄くなるっていうか、でもクリアできてないんですよ。3万点では3万点でクリアしたらもうできなくなるのかどうかちょっとわかんないんですけど、一回やり直してみたいと思います。で僕コツ分かったんですけど、1500点のやつはあんま壊しづらいんで、ちょっといっぺんねこの装備をさ、こっちに、あれ何これ、こんな持ってるよ俺、これかな、ラビットチェーンっていうのを使いたいなと思ってまして、引き継いで、しかもここを回避切りにしたいなと思ってるんですよ。うん、先制攻撃じゃなくて、あとはね、時間があるやつ、右側にも時間がある箱があるんですけど、そこの右側行った方がいいかどうかはちょっとまだ分かってないんで、何回かチャレンジしたいですね。今の前の装備でも2万点までは行きましたね。2万5000ぐらいまで行ったんですけど、いや、なかなかね、重いんですよ、動きが。だから回避切りとか必要やなっていうふうに思ってるっていうところなんですけど、どうやろう。でも一回、今セーブ消したんでやって、参加費って書いてあった、参加。モグリメダルって書いてあったら今とかいけんじゃねえかなと思ってさ、行きましょう。回避切りやっぱいいかな。右側にこうあるんで、これ今1個取ったけど、もしかしたら全部この上にもあるんやけど、上の取りに行かん方がいいかもしれん。これはこう衝撃でやってますけど、それがいいかどうかもわからないですね。やっぱあそこ早いな。ああやばい、失敗した。そっか、なるほど。今ので分かったんやけど、このブレイブモードの後回避が、これ練習になるわこのミニゲーム。このモードの後さ、回転するとすごい早く動き始められるやん。ほんと、しかも回避切りがあるんやろあれ。そしてラビットチェーンがいいのよ。この速さが伝わりづらいかもしれないけど、何回かやってると分かるんです。強いな、やっぱりラビットチェーンが強いな。まあラビットチェーンなかったらあんな早く壊せないですよ。これ失敗してこの速さやから、これ失敗してこの初見でこの速さはすごいわ。3万超えた。そうなんや、コツ分かりましたね。返し切りを入れて、返し切りって多分今のやつだろ。でこれもう適当にやっても3万超えた。あのね、回避より入れてラビットチェーン使える剣の方がいいってことが分かりました。ありがとうございました。一発や、でも一発やとさ、モーグリメダルもらえないんですよ。だ多分俺今16個やと思うやったな。さっき5回やり直したで20個あったんやけど、また来ていいんやんな。ほら、あのモーグリメダルっていうのもらえるでしょ。でトロフィークラッシュヒーローもらえた、やった。で多分もう一回やったらモーグリメダルがもらえるし、もっと点数取れると思うんですけど、ここで買うと
16って書いたらね、やっぱりね、さっき5回やり直したんで、ここの全部揃えることができると思うんで、それ揃えるまでやった方がいいんじゃないかなと思いますね。何回でもこんなモグに勝ちなくすことってあっていいんやって思いました。うん、ありがとうございました。A pleasure as always, Kupo.